こんん。にちは吉田さん、さ本屋行きましたかいいいでですすね。ね。なんんか本屋って楽しいんですよ、ね、あの今の時代検索して自分の欲しい本をピンポイントで、まあ、ゲットするっていう方法もあるんですけどもたまたま何の目的もなく本屋にふられといって本の背表紙から訴えかけられるものに引き寄せられるようにその本を手に取るこれもまた素敵なことだと思うんですよね。 まあこういった本との出会い本というのは必ず誰かが何らかの意思を込めて書いてます発信してますからその意思に手繰り寄せられることに一つの縁とねあと波長があったっていう言い方になりますけどもそれを感じますたまたま行った本屋で自分のテンションがどこに向かうのか分からない自分でもねで本に話しかけられてこの本手に取ってよって感じでね例えば40代を後悔しない50のリスト お、そっかこれどんなのかなっていうふうに読んでみるとかねで私の場合はこのタイトル背表紙のタイトルね40代を後悔しない50のリストおこれなんかネタに使えるじゃんみたいなもう常にね発信を前提として買うわけですよでここに書いてあることをどのように自分が受け取ってどのように解釈して何通りに解釈して発信するかなってことを考えると パラッとたまたまね1ページをめくっただけでもここから無限のネタが伸びるわけですよここに書いてあるたった1ページの中の1つの助言この助言にイエスということもできるしいやノーじゃないのっていうこともできると複数の説を感じ取ることができるんですよねで吉田さんが言われたように本っていうのはこれ186円ですね本っていうのはね辞書のように 必要なところをこうやってね、必要な時にパラッと見るんですよ。だからこういう50のリストっていう本好きでね。これ38のリストの38番目。時間がなくてなかなか本が読めなかった。って書いてますね。40代ではそういうことがないようにしよう。もしくは、そういうことが現実だから40代に入って本を読もうと思っても手遅れだよと。どっちとも取ることができます。で、先ほどの38。 時間がなくてなかなか本が読めなかったっていうタイトルのところをぐっと読むと、この著者は、大塚ことぶきさんは何を言おうとしてるのかってことがわかりますけども、別にそこを読まなくてもいいんですよ。先ほどの一文で、どういう説を自分が展開できるかっていうことはね、もうすでに掴んでますんで、本なんてね、こういう本なんてね、最初から最後まで読む必要は私もないと思います。本の中で、一行残さず読んだ方がいいという本は、 こういうい風なね、これまだ読んでないですけど宇宙戦が大とみたいなね小説とかねストーリーものですよねこういったものは全部を読まなければつ褄つまが合わなくなってきますしそもそもこういうのはエンターテインメントですからでもエンターテインメントの中でもさまざまな名言とかね、えー、名シーンっていうのを抜き取ることができますよね、うん、まあ、こういう風に本にもそれぞれタイプがあって読み方受け取り方があります こういったのは好きですねあとね吉田さんが言われたようにリリアリティが出るんですよこれは私の塾生さんが書いた本ですけどもこの本をね Amazon、Kindle で読むこともできるしそっちがメインなんですよでも私の方にはリアルな本が送られてきましたこうすることによって非常に紹介しやすいんですよねこれですみたいな感じでもちろんタブレットでポッと指し示すこともできるんですよでも人の先入観として ここにに紹介したいい本がありまますっていう時に、ま、だね紙の本を見せた方が分かりやすいし見えやすいんですよタブレットでポンと出してこの本はねアマゾンでねってやるとどうでしょうかまあブログ化されるんじゃないかなと思うんですよねちょっと軽く見られるという先入観が人に働くんではないかなと思いますんでこういった紙の本をね演出として出す吉田さんも本出されてますけども あの情報発信するってことで言えば紙の本だろうが電子書籍だろうが同じなんですよ別に情報発信ということだよねでも情報の受け取り手がまだまだねリアルな生本の方が効果があるのが世の常です、うん、確かにね電子書籍として保存しておく読み返すっていうのが便利なものもあります例えばここにこういう本がありますね、ぶっこみのタク もしくはねこち、ね、いかがですか「こち亀。こち亀って200冊あるわけですよ。こんなもんいちいち買ってたら本棚にザクッと場所取りますよね。でもこち亀って1回読んだららしばらく読読まなないいことないです読むにしてもああの話どうだったかなっていうふうに特定の気に入った話を何回も読み返すみたいなことになってとても200巻全部をたびたび読み返すことはないですよね。そうなると場所がちょっと、ね、ネックになるわけですよ。 でこういったものは電子書籍でもいいんじゃないかなと私は思いますよね。現にね、今こういった中古の本がすごく安く手に入るのはだんだん電子書籍の方に人が移ってるからなんですよ。一度はこういう風に買ってみたけども電子書籍で買いましたみたいなね。で、本がいらなくなったんで売りますみたいな感じで電子書籍を購入した費用をペイするって形なんですよ。だから今こういった本がね、非常に安く手に入ります。で、 絵本の話題ばっかり言ってますけども今後ねまあ田舎の住まいで場所がある人はリアルの本をこれからもコレクションとしてね取っておくかもしれないですねマイライブラリーみたいな感じで自分ちに図書館を作るみたいな私も一部そういうところがありますけどもオタク部屋っていうのは本でぐっつり埋まってますからねああいうところも好きだし本をほとんど置かないような空間 ワンルームに住んでる方は電子書籍の方がいいだろうしね電子書籍っていいですよね場所取らないのに何回でも何回でもスマホで読めるしスマホを買い替えてもまたその中に入ってますからね、うん、確かにね本って限界が来るんですよで本が好きな人って生きてれば生きてるほど本買いますからもう置く場所がなくなっちゃうんですよねでそういう意味で本の整理をしなくちゃいけなかったりとかするんですよでいっぱいになるととてもじゃないけど読めないですもんね、えー、という形で本のタイプとかについてさまざま語ってみましたね でやっぱ吉沢さんが言う通りね、あのー、本に対してどんな取り組みが人を変えるかっていうのはまずはね本を買ったり読んだりすることが当たり前になってるそういう精神力になってるかっていうことといや本何がいいんですかみたいなねところでまああえて言えばとどまってる人とねそれから本は紙で読んだ方がいいのか電子書籍で読んだ方がいいのかこれはねやっぱり。 電子書籍もリアルな本も数限りなく見てきて自分はこれだなってことがつかめてきたんでだんだんそっちの方に偏るんですよ。でも1-0ではないですよね。本が大半を占めてるけども電子書籍で読むものもありますよって感じで9対1とか8対2で割り振られるんじゃないですかうんだからねどっちがいいですかって聞く人は多分 まだ本読み足りてないんですよねだから迷うとどっちがいいんですかと質ですか量ですかって聞く方も質にもあんまり触れてないし量にもあんまり触れてないから迷うんじゃないかなとうんだからねやってみるとね自分はどっちかなっていうのが分かりますそれこそ1万人10万人がリラルの本がいいよって言ってもじゃあその自分じゃない人の多数派の意見が自分に合うかっていうとこれまた未知数なんですよね だから行動する人は自分なりのスタイルができていく。ね、そういうことになります。本当に百100人、1000人、1万人に当てはまっても、自分一人に当てはまるかどうか、また別問題なんですよね。まあ、その傾向が強いということは言えますけども、じゃあみんなが右に行ったからといって、自分を右に行ったらうまくいくか、わかんないですよね。ぶつかってみないと何でもわかりません。 そういう意味でいうと量をこなすことっていうのが質に向かうことであって最初から質の高いことができる人っていうのはそれほど量はいらなくなるわけなんですよねでも質っていうのはほとんどの方持ってませんからやっぱり量かから編み出すしなないんだろうなと思うんです、ねうん、まあ今日のねテーマは本ということでお届けしましたけども、うん、まあ人生は、まあ、言うまでもなく限られてます。 本が読める年代ももしかしたらばらつきがあるかもしれません。でもね、今回の動画の最後にね、ちょっと締めくくりたいんですけども、あの頃やっておけばよかったっていう風なね、そんなフレーズがあると思いますけども、あの頃やっておけばよかったって思うことは別に今日からでもできるんですよね。あの頃やっておけばよかったっていう言葉に、今の自分じゃできないという言い訳を込めてね、 これを使うんですよだから10代の頃20代の頃やっておけばよかったってことを4050になった今やるときっともっともっとね楽しめると思いますよ。うん、人生の厚みが出てるんでその分それから今やりながら10代の頃やってったらどうなったかなっていうふうな想像もしながらできるんですよ。まあ20代でやったらどうだったかなっていうふうなことも考えると思いますし。 人生が進めば進むほど有利なのはこうやっていろんな自分の時間軸に置き換えて想像空想することができるってことなんじゃないかなと思います10代の頃なかなかね4050になってこれをやったらどういうふうになるかなっていう風に考えにくいと思うんですよねだから年齢を重ねて得することといえばそういうふうに時系列をたくさん自分に持っているってことじゃないかなと思いますよね これを書いた時点で著者の考え言葉ではありますがきっとこの著者大塚小道紀さんね今この本に対してどう思ってますかっていうことを聞くとまた別のねひら広がりを持った意見が聞けるんじゃないかなと思ってそういうことも考えながら読むとこの本まだ全く読んでないこの本ですけどももうすでに無限の気づきがあるなということが言えるんじゃないかなと思います。 はい、じゃあ今日は「本」というタイトルでお届けしました皆さんはどんな本が好きでしょうか是非コメント欄で教えてくださいださいってらっしゃい